ミセスジャパン日本大会ファイナリストの中塚ゆかりです。今日も見てくださってありがとうございます。今日の体操はティッシュ使います。ですので今のうちにぜひティッシュを取りに行ってきてください。はい、暑くなってきて炎天下、外に運動に行きたいんだけど暑くて嫌だな、雨降ってきて嫌だな、そんな天候にも左右されずに家の中でできる体操です。そして運動があんまり好きじゃない、でも5分、10分ぐらいだったらなんとかできそう、そんな方にとってもおすすめです。ウォーキング、こうやって平らなところを1時間歩くよりもこのティッシュを使った体操を5分やることで汗いっぱいかきますし、代謝が上がって効率がとてもいいです。ぜひティッシュ体操これからやっていきましょう。はい、それではティッシュを置いてください。でティッシュね、この、まあ、いろんな厚さがあると思いますけど、こういう感じで置きます。横じゃなくて縦に置いてください。そして今ここに手元にティッシュないなっていう方はタオルを丸けて置いていただいてもいいですし、本だったら 2,3 冊このくらいの高さになるようにちょっとご用意をしていただければいいです。ただこう大きい本だとまたぐのに大変になりますので、10センチちょっとくらいのものになるかタオルでもいいですし、なければあると思ってやっていただければ構いませんので、ぜひティッシュを用意してください。はい、それではティッシュを縦に置いていきますよ。最初ちょっと練習します。ティッシュをまたいだら足を置く分だけ残してください。あまり近くに置いちゃうとティッシュを踏んでしまいますので、足一足分外に置いて、外に少し練習してみてくださいね。ティッシュ潰しちゃうといけない。大丈夫そうですか。はい、では膝を軽く曲げてください。それから姿勢が前のめりになりすぎちゃうといけないので、またぐときもまっすぐ、またぐときまっすぐです。さあ、お腹に力を入れてくださいね。上げてまたいで揃えます。上げてまたいで揃えます。この時に結構グラグラするので、お腹でしっかり意識を、力を入れてまたいでいくようにしていきましょう。さあ、いきます。またいで、今私この青いズボンのところまで足上げてるの分かりますか。そうです、おへそのあたりまで足を上げて下ろしています。さあ、お腹力を入れてくださいね。この足を上げる下ろすという動作がお腹、背中、お尻、太もも全部大きな筋肉に効いてきます。だからウォーキングをするよりも運動効果が高いですよ。さあ、慣れてきたでしょうか。ふう、少しトン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 、少し速いリズムでいきます。さあ、いきますよ。トントントン、上半身の力を抜きます。トン、またいでますか。踏んじゃうかもしれないね。ゆっくりいきますよ。上げて下ろして、お腹使って、お腹の力を抜かないで、結構大変。ああ、頑張って、あと2回。ふう、早くいきます。せーの、開いてトン、開いてトン。ここから足を後ろに蹴ってみましょう。スクワット入れます。手をももから膝、手を胸、よいしょ、せーの、よいしょ、頑張って。さあ、戻ります。はい、呼吸を整えながら手を横の方に持っておきます。ここにお膝を上げて、床にまた、床にまた、床にまた、ポン、戻しましょう。呼吸整えてくださいね。さあ、少し体は斜め前、斜め後ろ、ティッシュを斜めに越えて戻って、越えて戻って、腹筋を使ってますよ。
ました。よいしょ、前も上げてみよう。後ろ、前、後ろ、股関節しっかり動いているでしょうか。足変えます。後ろ、前、後ろ、前。さあ、こうやって普段使わないお尻周り、股関節周りの大きな筋肉をしっかり使ってあげることで代謝を上げていきます。はい、呼吸、ふーふー、息がハーハーするということはそれだけ運動したということになりますよね。ウォーキング、普通のウォーキングだとここまで呼吸がハーハーしませんよね。さあ、効果出てきてるの、なんとなく分かってきましたか。ウエストいきます。ねじるよ。キュッ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 。ティッシュがなくてもいいじゃんって思うかもしれません。ティッシュがあることで足を上げようと思います。そして真ん中を意識をしようと思うんですね。ないとなんかだんだんどっちかに寄っていっちゃうんです。癖があって左右対称に使うってすっごい難しいので、真ん中にきちんと戻って反対の足もちゃんと開く、これすごい大事です。はい、です。もう私喋れないぐらい息が上がってきました。さあ、大丈夫でしょうか。もう一回スクワットいきましょう。息吐きます。はあ、もうちょっと辛い人はここで休んでもいいですよ。手ここでもいいです。胸でもいいです。汗だく、汗いっぱい出ましたか。こんな感じでティッシュを使ってほんのした隙間時間にできます。そして天候にも左右されませんよね。ぜひこれ毎日やってください。絶対サイズダウンできます。ぜひやってみてくださいね。はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。